鳥のふんだましは、小金モカに属するクモの仲間である。その姿が鳥の糞に見えるものがあることから、その名がある。節足動物もナクモモク、コガ小金モカに属する。熱帯系のクモの仲間であり、日本では鳥のふんだまし族が約5種、近縁の坂口鳥のふんだまし族が3種類、知られている。いずれも興味深い姿をしている。 最も普通に見られるのは鳥の踏んだましである。本州中部以南に分布し、それほど珍しい種ではないが、一般には目にすることはほとんどない。メスは体長が1センチメートル程度、腹部はハート型で白っぽい。ハートのくぼんだ部分の下側に東京部がつながる。東京部と不足は薄い褐色で足を折り曲げて東京部に添えると、 背面からは腹部に隠れて見えにくくなる。昼間に観察すれば、低木や草の葉の裏面に足を縮めた姿でじっとしているのが見つかる。腹部はほぼ白色で、両肩に当たる部分が軽く盛り上がる。その部分に白と灰色のまだらがある。腹部の表面は非常に艶があり、一見すると丸で濡れて光っているかのように見える。 特に白と灰色のまだらの部分は、尿酸が流れたようになった鳥の糞にも見える。これが鳥のふんだましの名の由来である。白帯鳥のふんだましメッセイチ生中タの種では、大鳥のふんだましと白帯鳥のふんだましが鳥の糞に似ている。大鳥のふんだましは、鳥のふんだましによく似ており、腹部がやや黄色みを帯びることと、腹部の形等が異なる。白帯鳥のふんだましは、 横に長い楕円形の腹部で、中央に白い帯、その後部に気化色の部分がある。いずれも艶があって、濡れた糞に見える。それ以外の種は、糞には見えない。黒鳥の糞ンダマは真っ黒で、糞から出た種子に見えるという人もいる。腹部後方が赤くなる個体があり、かつては、染め分け鳥の糞ンダマと呼ばれた。赤色鳥の糞ンダマは、 真っ赤な腹部に白い水玉模様が並び、腹部の横両端に黒い斑点が一つずつ出る。近縁のものに、坂口鳥のふんだまし族があり、国内に三種が知られている。坂口鳥のふんだましは、丸い腹部が黄色で、白い水玉模様がある。千島鳥のふんだましは、赤に黒の水玉模様である。鳥の糞に似た外見は、一例の腸の幼虫等に多く見られるのと、 同じく隠蔽型擬体であると考えられる。鳥の糞を好んで食べる蜘蛛の捕食者はいないからである。これに対し、攻撃型擬体とする説もあった。蝶やハエなどには、糞の汁を吸うために、鳥の糞に近寄ってくるものがある。鳥の糞に似た外見を持つことによって、そのような習性を持つ昆虫をおびき寄せて捕まえている、と考えられたのである。後で述べるように、鳥の糞騙しは、 夜行性で夜に網を張ることが判明したので攻撃型擬態との判断は現在では考えられていない。後付けであるがこの説には疑問が多かった。まず鳥の糞騙しは葉の裏面に止まっていることが多い。これでは糞に擬態した意味がない。また小金雲かは普通は網を張って餌を取る仲間であるのでそのような捕虜性の雲のような餌の取り方をするのも 妙である。一方、特に大鳥の踏んだましの腹部には、カマキリの頭部の腹眼、触角の基部、顎に似た模様がある。生態的な意義は証明されていないが、雲を捉える小型の鉢をカマキリが捕食することは事実である。赤色鳥の踏んだましや坂口鳥の踏んだましについては、天灯虫類に擬態している可能性がある。天灯虫類には、 学習のある駅を出すものがある上、派手な色は警戒色である可能性があるから、それに擬態するものがあって、不思議はない。ただし、この場合も、攻撃的擬態ではないことになる。なお、鳥の糞の姿に攻撃的擬態しているとされる雲は、カニグモかにある。日本では、カトウツキオグモという雲がそれらしい姿である。熱帯系の鎮酒で、体は凸凹で差しが生え、 腹部も凸凹だらけだが、ツヤがある。体色は黒っぽい、オリーブ色で、あちこちに白い部分がある。草の葉の上面つらに止まっていると、鳥の糞に見えなくもない。鳥の糞ま種類が、実は夜行性で、夜になると網を張ることが分かったのは、1950年代で、ある。茅島泉、大熊千代子による夜間観察の結果である。彼らの網は、 水平円網であるが、ちょっと変わった特徴がある。非常に目が荒く、直径が1メートル近くになるのに、縦糸は10本ほど、横糸もそれくらいしか張らない。しかも、横糸は、螺旋ではなく、ほとんど同心円に張られている。また、横糸は大きくたるんでいる。これは、足場糸を張らず、必ず中心を経過して、次の縦糸へと糸を張っていくためとも見られる。 横糸には粘玉がずらりと並んで白っぽく光って見えるが縦糸に接続する部分だけは粘玉がついていない。横糸に昆虫がかかると横糸はどちらかの端で切れて縦糸から昆虫がぶら下がる形になる。雲は縦糸に沿ってやってくると横糸をたぐって虫を釣り上げるようにする。この網にかかる昆虫は蚊が多いことが知られている。近年、 投げ縄蜘蛛の修正と鳥の踏んだましの修正の関連が問題になっている。投げ縄蜘蛛は先端に粘液球をつけた糸を足先にぶら下げ、虫が近づくとそれを振って虫にくっつけ、釣り上げて食べる。この蜘蛛の餌が特定の蛾の、しかもオスだけであることが判明し、そこから蛾のフェロモンに擬態した物質で蛾を誘引していることが判明した。そこで、 鳥のふんだましの横糸で虫を釣り上げるやり方から、次第に縦糸横糸を減らし、ついに横糸一本を手に持って、ぶら下げるようになったと見るのである。鳥のふんだまし類の場合も、獲物はガが中心であることが知られている。そこで、鳥のふんだまし類も、疑似フェロモンを持っているのではないかという説もある。しかし、そうではないとする意見もある。 投げ縄雲の場合に比べ、獲物とするがの範囲が、はるかに広いとの観察があるからである。鳥の踏んだまし類のオスは、メスに比べてはるかに小さく、3ミリメートルしかなく、模様もはっきりしない。産卵は、低木の枝先などに卵脳をつける。卵脳は、種類によって、形が異なるが、本体は、休憩から防水型で、柄があってぶら下がる。中で幼虫が孵化すると、 袋の壁に小さな穴を開けて出てくる。近年になって、鳥の踏んだ真種類の幼虫の接触行動が判明した。網を張らず、葉の先や、そこからぶら下がるなどして待機し、前足を大きく広げて構え、近づいてくる小型の昆虫を直接に捕まえているという。小金雲化にも、同様の捕獲法を用いるクモもあるし、幼虫と成虫で、捕虫法が異なるクモもある。 しかし、幼虫が網を張らず、成虫になって張り出すものは珍しい。どのような理由によって、このようなことが起きているかは、今のところ納得のできる説がない。ありがとうございます。